りょう、いやこれさ、エリソデじゃない？いや全然違った、何言ってんだ俺何を言ってるんだ俺は。領収。でもだけど、多分これはなんか洋服の話してると思うよ俺は。これほら、襟と袖、ほら領収、襟と袖のこと。もうこのサイトを開いてみよう。あ、でもちょっと横に長いなこれ。はい、で、ギリ見える。オッケー。あ、ちょっとバカ、アップラ、大丈夫かな今今さ、多分だけどダメなもん映ってたよな多分な。ねえ、絶対今配信に映してはいけないもん映ってたでしょ今ね。えなんか襟と袖が全くない、一糸まとわぬ姿が映ってたと思うんだけど、どう大丈夫か今。ダメな気がするな。うわー、バンされないでくれこの配信。おい、次、加減全行でしょ。加減全行は合っていて、加減全行とは何ですか。これさ、いいことと良い行いでしょ多分。良い言葉と立派な行いのことと。加減は人生の戒めとなる良い言葉という意味、全行とは立派な行いという意味。彼の言葉にはとても説得力があるだけじゃなくて、日頃の行いも良いから信用してしまうわね。そうだね、困っている人を見るとすぐに手を貸したり、元気のない人には優しい言葉をかけたりしているよね。彼は加減全行しているのね。僕も彼のようになりたいと思い、これ僕のことについて話してますね大体ね。うん、ほとんど、まあ、99% ぐらい僕のこと話してるわ。まあ、僕ってね、やっぱりあの日頃から良い行いするし、なんか人には手を貸さずにはいられないし、落ち込んでいる人あればね、どうした、話聞こかって言わずにはいられない、そういう人間だからね。加減全行を目標にしているけど、簡単にできることではないな。そうだな、そういえばさ、今のそうだなで思い出したけどさ、あのそうだね、プロテインだねっていうネタ知ってるそうだね、プロテインだねっていうネタ、僕なんか同年代には通じるだろうって思って、あのこのネタを言ったら通じなくて何それって、お前エンタの神様見てないんかって。これなんかな、これあれか、レッドカーペットか、エンタじゃなくてレッドカーペットの話か。ちょっと待てねえ、そうだねプロテインだねの動画少なくない？もっとあっていいだろ、あれ一世を風靡したぞ。だってねえ、なんでこの一個しかないんだ。クレープとかさ、なんか顔バレのびっくりさ、顔バレとかさ、何も関係ないだろうなあ。そうだねプロテインだねってそんな流行ってないの嘘だ、絶対あれ流行ってよ。ちょっとこれ何、これは何、このオートマットじゃねえか。強盗だね、強盗はなんか強端みたいなのとほぼ同じ意味だったと思うんだけど、気持ちが大きく物事にこだわらないことと、息が盛んで思う通りに行動すること、またその様と、強盗と、あのユッティみたいなことなんだよね。ちっちゃいことはそれ気にすんな、それ若ちこみたいな、ユッティみたいなのが、まあ、強盗な性格と言いますよと。なんだろう、多分1年くらい前なんだけど、パチ屋がなんかそのオープン記念イベントにユッティのトークライブがありますよみたいなのをやったんだけど、誰も集まんないっていうそれはね、もしかしたらちっちゃいことじゃないかもしれないんだよね。若ちこができない可能性があるんだよね、さすがのユッティも。ユッティ今どうやって生活してんだろうな、強盗とかしてないといいね。ドンウンとトム、ドンウントムだね。これは雲を飲んで霧を吐き出す、千人の術を使う人がその術を使って雲を飲み込んで霧を吐き出すこと、または千人の術の修行をするときに食べ物を食べずに気を養うことと、雲を飲み霧を吐くこと、まあそういうなんか一発芸みたいなことがあるんだろうな。やっぱ千人ってあの霞を食べて生きてるから、あんま食費とかはかかんないと思うんだけど、
でもやっぱり税金とかは納めてると思うから、仙人ってどうやって生きてるんだろうっていう疑問が僕の中にはあったわけですよ。でもこの一発芸をその駅前とかね、今だと YouTube とかにアップして、あの雲飲み込んで切り吐いてみたみたいな感じでね、一発芸を披露して小銭集めをして税金を払って生きてるんでしょうね、仙人っていうのは。